ハルデン刑務所は、ノルウェーのエストフォール・県ハルデンに位置する刑務所。世界一人道的であると言われる一方、自由すぎるとの批判もある。ノルウェーのオストフォールド・県ハルデンに位置するハルデン刑務所は、15億ノルウェークローネモの費用が投じられ、10年以上の年月をかけて建設された。2010年3月1日に、最初の受刑者を受け入れ、4月8日に、 ノルウェー国王ハーラル5世によって正式に解消された248から252人の受刑者を収容できるノルウェーで2番目に大きな刑務所であり敷地面積は75エーカー最高クラスのセキュリティを持った刑務所として強姦殺人、児童性虐待などの危険な犯罪を犯した受刑者たちが収容されているこれらは収容者の半数を占め 収容者の3分の1は薬物犯罪者である。他の受刑者から暴力を受ける可能性のある性犯罪者や精神科や医療機関での監視を必要とする受刑者は立ち入りに制限がかかり隔離されたエリアであるユニット A に置かれている。また依存症の回復に焦点を当てた特別なユニット C8 も存在する。ほとんどの受刑者はより自由で 独居房が混在したユニット B と C に収容されている。ハルデン刑務所には国内外の犯罪者が収容されているが、ノルウェー人は受刑者の約5分の3死回がいた。ただし、グループや個人のカウンセリングはノルウェー語で行われるため、C8 に居住するにはノルウェー語に堪能であることが条件となっている。従来の刑務所に見られる有刺鉄線、電気柵、監視等、 狙撃手などは、ハルデン刑務所には存在しない。ただし、安全アラスや6メートル1500メートルのコンクリートとスチールの壁、警備員が所内を移動するためのトンネルは、張り巡らされている。刑務所の敷地内に監視カメラはあるが、独房、独房の廊下、休憩室、教室、作業場などほとんどの場所には設置されていない。暴力行為はほとんど報告されておらず。 さらにそれを減らす努力も続けられている。二人の受刑者が争いを起こした場合、スタッフの監視下で調停セッションを行う。調停が失敗した場合、度重なる不正行為や、規律違反は、独房への監禁や、他の刑務所への移送の形で罰せられる。ストリートアーティストのドールックが落書きした中庭の壁、この刑務所は、デンマークのイーレク村とノルウェーの HLM。 アーキテクター AS が設計したもので、司法公安省と公共建設、財産局が開催した設計者選定コンペティションで選ばれたものである。受刑者の社会復帰に重点を置き、収容者が社会の一員であることを自覚できるように村を模して設計されている。政府は刑務所内と外の生活の差が小さいほど、服役生活から自由への移行が容易になると、 考えており、内装は、家庭、学校、職場を模してその違いを明確にした塗装やデザインが施されている。建築家たちは、刑務所を設計するにあたって、敷地内に建物を分散させ、受刑者がそこを歩いて行き来することで、彼らが外の世界でそうしていたように、自分の家からあちこちへと移動をするかのような感覚を得られる構造にすることを試みた。廊下には、 モロッコのタイルが貼られていたり、水仙やパリの街並みなどの大きな写真が貼られたりしている。外装はコンクリートではなく、レンガ、ガルバリウム鋼、カラマツ材で構成されている。黒と赤の洋変レンガは、周囲の木々や苔、岩盤をイメージしたものである。また、カバの木、ブルーベリー、松など、周囲の自然も、囚人の社会復帰に効果的である。 硬い素材である鉄は黄金を象徴し、柔らかい素材であるからまずは、社会復帰と成長を象徴している。庭の壁とトイレのドアには、ノルウェー人アーティストのドールックによるグラフィティがあるが、これは刑務所が美術品購入予算から600万クローネで発注したものである。刑務所のすべては、心理的なプレッシャーや対立、対人関係の摩擦を避けることを目的として、 設計されている。それに対して、刑務所の壁はセキュリティが目的である。設計に関わった建築家の一人であるグドゥラン・モルデンによれば、壁は刑務所内のどこからでも見えるため、自由を奪う罰の象徴であり、道具と見られていた。各官房は10平方メートルの広さで、薄型テレビ、机、小型冷蔵庫、シャワー付きトイレ、光を多く取り入れるために、 格子がない縦長の窓が設置されている。10から12の房ごとに、キッチンとリビングに分かれる共有スペースがあり、キッチンにはステンレス製の食器、磁気製の皿、ダイニングテーブル、リビングにはモジュール式のソファとコンピュータゲーム機が設置されている。刑務所では、食事が提供されている一方で、囚人たちは、所内の食料品店で食材を購入し、 自分たちで料理を作ることもできる。受刑者は1日12時間を施錠された部屋で過ごさねばならないが、なるべく部屋の外で過ごすことも奨励されており、部屋にこもらなかった場合は1日あたり53、クローネの報酬が支払われる。アーレホイダル所長は、囚人たちは活動が少ないほど攻撃的になると述べている。アクティビティーズハウスというものがあり、午前8時から午後8時まで、 ジョギングコースやサッカー場での練習のほか、木工、料理、音楽のクラスも用意されている。ミキシングスタジオでは、受刑者が楽曲をレコーディングしたり、地元のラジオ局が毎月放送する番組を録音したりすることができる。雑誌を含む、各種書籍や CD や DVD を備えた、図書館、インドアクライミング用の壁がある、ジム、チャペルなどもある。受刑者は、 刑務所での体験をどのように改善できるかというアンケートを受けることもある。受刑者は週に2回、2時間の間、家族やパートナー、友人と個人的に面会することが許されている。一人で面会する場合は、ソファーや流し台、シーツやタオルにコンドームまで置かれた戸棚のある個室が用意されている。家族がいる場合は、おもちゃやおむつ交換台がある、大きな部屋も用意されている。 受刑者は面会後に身体検査を受け違法な物品が発見された場合、受刑者は個人的な面会の権利を失う可能性がある。この権利はリスクの高い犯罪者や薬物犯罪歴のある面会者には認められない。囚人が家族の面会を受け24時間一緒に滞在できる山小屋風の離れもある。この家には小さなキッチン、二つの寝室、 バスルーム、ダイニングテーブルにソファやテレビのあるリビングルーム、そしておもちゃの用意された屋外のプレイエリアがある。受刑者が24時間の面会をするためには児童発達教育プログラムを終了する必要があるが外国人にはそもそも許可されていない。面会中、スタッフは受刑者とその家族を定期的にチェックする。2012年の時点でハルデンには教師、医療従事者、 パーソナルトレーナー、監修など340人のスタッフがいる。スタッフと受刑者が個人同士の関係を築くことを奨励するダイナミックセキュリティの哲学は受刑者の潜在的な攻撃性を和らげ、スタッフの身の安全を確保するのに役立つとされる。監修は受刑者と一緒に食事やスポーツまでするが、銃は威嚇や社会的距離を生み出す可能性があるため、通常は装備していない。 建築家のパーホイゴアニールセンによれば、囚人とスタッフの交流は家族のような感覚を生み出すようにデザインされており、スタッフとの関係はロールモデルとなって、囚人が刑期終了後に刑務所の外で応用できるようになっている。監視の半数が女性なのは、そうすることで受刑者の攻撃性を最小限に抑えられると、ホイダル所長が考えているからである。監視の待機所は狭く、 小さく作られており、監守がそこに止まることなくより多くの囚人と接するように設計されている。ハルデン氏の住民は、刑務所があることを悪いことではなく、仕事が見つかるチャンスだと考えている。ウェブマガジン、ザノルディックページのニーナ・マルガレーテホは、この刑務所がヨーロッパで最も人間らしい条件を備えていることで、知られていると述べ、タイム氏のウィリアム・リー・ジェームズやガーディアン氏の アメリア・ジェントルマンは世界で最も人間らしい刑務所と呼んでいる。BBC はスコットランドの刑務所 HMP ・グランピオンのデザインはハルデンに触発されたものと報じている。HM プリズン・ウェディング・ボローの再設計を担当した建築家グループのブライデン・ウッドはリハビリテーションに重点を置いた刑務所がどうあるべきかの世界をリードする例の一つと考えてハルデンを手掛けた。 2010年、ハルデン刑務所は世界建築フェスティバルの最終選考に残り、そのインテリアデザインはアーンシュタイン・アーネベルグ賞を受賞した。2014年、ビムベンダース製作組式による世界の様々な建築物についてのオムニバース式の 3D ドキュメンタリー映画、もしも建物が話せたらの中の一作として、ハルデン刑務所が取り上げられている。監督はマイケル・マドセンで、 刑務所のデザインと建築が、再社会化のプロセスに、どのように影響するかを探る内容となっている。同年、ハルデン刑務所を題材にした、別の映画が制作された。フィンランド国へ放送が制作したテレビ映画、ザノルデンである。ニューヨーク州アッティカ刑務所の元管理者である、ジェームズ・コンウェイが、刑務所を見学した時の反応を追っている。コンウェイは、ここは、 刑務所のユートピアだ。受刑者に鍵を与えること以外、これ以上自由にすることはできないと語っている。映画監督のマイケル・ムーアは、2015年のドキュメンタリー映画、マイケル・ムーアの世界侵略の進めの中で、ハルデン刑務所をアメリカが刑務所システムを管理するための一例として紹介している。しかし、ウハポピュリズム政党である、シンポ党は、ハルデン刑務所を批判している。 ノルウェーの刑務所における外国人の割合は2000年の8.6%から2014年には34.2%に増加している。同等の元副党首であるパー・サンドバーグはこの原因をハルデンの高水準差にあるとし、ハルデンの施設はノルウェー国民のために確保されるべきであると主張している。同等はまた、ハルデンの生活の質は 多くの介護施設や老人ホームよりも良いと主張した。イギリスのチャンネル5は2020年11月にワールズモーストラクジュアリアスプリズンと題したハルデンに関する45分間のドキュメンタリーを放送した。保守派の政治家アンウィデコムが紹介したが彼女はほぼ批判的で刑務所は普通の生活と同じであってはならないと述べていた。ありがとうございます。